それでね、自動車がすごいヤバいみたいな数値があそこ出てますけどね、うん、もうテスラはいやだからそういうものがすごい如実に現れてくるっていう、まあ、トヨタとテスラの話をするとまあ言うてもトヨタって過去最高益ですよ盤石ですよねってすごい言われるんですけどいやいやでも意味になるでしょっていう話をしてもやっぱり理解できないですよ、うん、数字も出てるだけどこれいつかは終わりますよいつかはもう絶対その EV シフトが来るんで、うん、そしたら今回来たわけです、うん、EV シフトというよりは自動車っていらないよっていう、うん、だから自動車みんな買わなくなっちゃう、うん、でテスラってみんな自動車の会社モビリティの会社だと思ってるけど僕はバッテリーの会社だと思ってるんで、はい、完全にバッテリーの会社、まあ、正確に言うとリチウムイオンバッテリーのマネジメントの会社なんですけど、うん、あのリチウムイオンバッテリーって電気を充電するとあの例えば鉛蓄電池って昔からあるんですよあいつは過充電と起きないでもリチウムイオン電池って過充電が起きて爆発しちゃうんですよだからマネジメントシステムがすごい大事で過充電しないような絶対安全装置みたいなそういうものをが必要なんで例えばあのボーイング787に乗っけてた GS エアサの、 あの蓄電池が1回発火して事件になったりとかあとソニーのノートパソコンにつけてたあのリチウムバッテリーが爆発したりとか、ね、サムスン の、 あのスマホが爆発したりとかしてたじゃんあれすごい難しい分野だあそこはだからバッテリーマネジメントシステムがコアテクの会社なんだからあのほらパナソニックと一緒にメガファクトリー作ったじゃないですか、はい、あそこはだからテスラとパナソニックの間に厳重なファイアウォールが引かれていて、はい、パナソニックはリチウムイオンバッテリーのパワーユニットだけ作ってるリチウムイオンバッテリーのユニットだけを作っていてマネジメントシステムはテスラ側が作ってるんですでこれはもう完全にシークレットだから彼らのコアテクはそこなんです、うん、だからあの人たちはバッテリーが売れればいいっていうかまあだからテスラっていう名前がそうです、うん、もうあの映画見ましたエジソンズゲームだニコラテスラが出てきます、ね、ああ、はい、なぜエジソンに敗れたんですかそう、はいはい、みたいな話が出てくるんですけど、うん、すごくそうイーロン・マスクは過去の偉人をものすごくインスパイアしていて、うんうん、例えばスペース X のロケット、はいエンジン の、 あの名前ってイギリスの戦闘機の名前、うん、例えばファルコン9に使われてるマーリンって飛行機があってその前のケストレルっていうエンジンもそのイギリスの戦闘機の名前なんですけど、まあ、どうでもいいいやだからねトヨタとか、ね、トヨタ実はあのうちのあのロケットの会社に、うん、あの人材を供給していただいていて、うん、2人派遣されてるんですけど、うん、あの僕トヨタはやっぱ変わらざるを得ないと思っていて、うん、まさにあのパソコンが出てきた時の IBM にすごく状況がものすごく似ていて、うん、あのもう世界の巨人だったんですけど、うん、その巨人の産業そのものが、うん、要はオフコンの市場が終わったのと同じように、うん、ガソリン自動車の時代は終わるんですよだからそこに対応しなきゃいけなくて、うん、でもガソリンエンジンがコアテクなんであのトヨタも日産もそうですけど、うん、既存の自動車メーカーっていうのはガソリンエンジンを作るのが大変なので、うん、彼らは競争力を維持していたので、うん、それが大変じゃなくなるわけですよね、うん、そうするとその優位性が一気になくなるわけですだからすごい危機なんで僕は個人的に言うと、うん、トヨタはその、まあ、なんだろう今業態変換しようとしてやってますよねそう業態変換はどうなるかっていうと、はい、その主力事業の業態転換は、うん、その今富士の麓に作ってるスマートシティ、はい、つまりモビリティを核にした街づくりのコンサルティングソリューション提供っていうまあ、だから IBM が企業向けのソリューションサービスに業態転換したのと同じように僕はスマートシティを作る事業というのがトヨタの業態転換にはすごく向いてるんじゃないかなと個人的に思っていてむしろその自動車の製造はもうバイアウトしちゃう中国の会社とかにバイアウトしちゃうぐらいでもいいのかなっていうぐらいに思ってます正直でそのガソリンエンジンのコアテクの部分をさらにその消化させていくとロケットなんですロケットに投資することもすごくメイクセンスです、うん